りました。久々のウェブチャンピオンズリーグー、長らくやってませんでしたが、はいね、FC ポルト対リバプール以来の、今日はレアル対パリ・サンジェルマン、おーい、パリ・サンジェルマン、おーおー、パリ・サンジェルマン、じゃあやっていきましょう。これ今一番ウィル・ウマンの誰なの？俺、いや俺、いや絶対俺、絶対に俺、絶対俺、絶対こいつ俺に勝ったことマジでないよ。じゃあ、あの本当に俺、うん、僕がパリ・サンジェルマン、タスキがリアルオフ、おー、まあどっちも強いからね、新人、うん、にしてあげますよ。絶対に負けられないんです。です、お久しぶりです。ラスカビラ・ジェイです。またか。さあ、おい、スタート。はい、いいよ。どうも、こんばんは。ドラッグスラー好きなんだよね俺。この対決は見ものですね。一番おもろいんじゃないこの試合、チャンピオンズリーグ。正直このバトルを俺がやってしまうと勝っちゃうんで、絶対に。そうだ、どっちも強いもんね、チーム。ただ、まあタツキがね、まあちょうどいいと言いますか。このパス、なに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 、ちょうどよくないよ。言っとくけど、俺強兵に負けたことないんだよ。いや、結構五分五分。お前さ、五分と五分だよ。よく言うわ。まあこれ決まるから、すべてが強兵だって俺より弱いじゃん。それはない。それだけ、それだけはない。やったことねえじゃん。ディマリア、プレッシャー、違う違う、ファールです。ファール、ファール、ファール。なんだ今日、あれ退場させるやつ。違います、それもしないです。退場させる回、もう終わったんです。あれは7人対7人、うん、終わったんですよ。違う、来た、クリロナさん。それズルだもん、それズル。うわ、クリロナズルだもん。ズル、うん、ズルじゃん。クリロナズル、うん、ズルっていうから。あれ、ネイマールそっちいんの？いるよ、ネイマール。なんで移籍したんだよ、金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 、言い方悪いな。実際金、高いもん、すげえ。言い方悪い、200何十億かけやつ。おい、おい、ファールやろ。はい、ダイレクトシュー。無理、それはリームですよ、それはリーム。いや、でもまだありますよ、チャンス。張ってゴールを守る、素晴らしいディフェンスでしたね。なんか、さあ、ボールはベイルへ。はい、もう全然取れへんねん。やばい、うわー、オッケー、セーフ、セーフ、セーフ。おもろい、今のは。いいよ、セーフ。攻めてますね。いや、もうシュート打たれる気がしない。俺もだよ。同じこと言ったけど、お前だけは黙る。言ったけど、バチバチやな。クリスティアーノ・ロナウドからベンゼマ。はい、クス、これは繋がる。ちょっと待って、お前の小学生サッカーの、小学校の昼休み、みんなボールに行っちゃうやつだ。団子になってるよ。モドリッチ、パスコース消していかないと。モドリッチから右サイド。たつきさんはね、元サッカーですからね。そうです、サッカーですから、ね、サッカー、サッカーで、サッカー少年やからね。そういうところも、ボールが上がる中央、実践での経験が豊富。そうですね、俺ウィレやってて思うんやけど、サッカーやってる人うまい、うまい、うまい、うまい。結局攻め方がわかるわけや、どこ崩したら。はそれがこのフィールド上で体現できた時にこのゴールに繋がるみたいな、なんとなく勝ち方みたいなイメージができてるね。そうだね、どこにくさび打ってパス入れたらこいつが動いてるとか大体わかるから。いい展開ですね。それに対してこの恭平さん、どうですか？まあクソですよね。なんで、あぶっ、あら、いっ、シュートではない、シュートではない、卓球ボーイですね。卓球はもう黒歴史やめて、し、卓球はし、卓球お前もだからね、パーボだからね、そう、俺もだから。まあね、ディマリア、オッケー、いいよ。全然シュート生まれてないですけどね。何これ、ボンジ合い。やばいぞ。ボンジ合いすぎ。まあでも拮抗してるっていうことではいい。このボールは繋がりません。ベイル、あー、ゴールシーン見たいね、見たいね。乗り切り立てながら攻め上がっていく。うーん、まあ若干タツキかな。それはない、若干どころじゃない、いや、それはない。きたー、やっぱりシュート数もう3本ぐらい打ってるし、で、今画面から左しか映ってない。確かに支配率、あった、きた、これやばいよ。あ、はい、ゴー、あら、やっぱ最悪。いや、今の1個パス惜しかったね。もったいなかったね、今の。はい、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 はい。あれ一番ね、嫌な攻撃ですからね。もうポゼッションがすごい。決めれる気しねえ、マジで。決めれる気しねえわ。あ、決められるな、間違えた。決められる気しねえ。はい、ありがとう、うわ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 、素晴らしい、あー、完璧ですわ。ベンゾマ、ベンゾマ
のこれ、はい、リプレイもね見ていきましょう。リプレイのやり方わかんない。これ決めれる騎士ねって言ってたもんな。決められる騎士ね。はい、リプレイ。はい、どうぞ。いや、素晴らしいゴール。超フリーだもん、ね。どうぞ。おしゃれ。何してんねん、チアゴシューバお前。マークしてろよ、お前、マジで。もう振られすぎなんですよ。チアゴシューバ何してんの、あいつ。ゲームできない、典型的な発言。確かに、共演全然こう、シュートしてないね。いや、まず、いけてないのよ、前に。なるほど。封じ込められちゃってる。やっぱり、タツキかな、強いよ。ごめんな。違う、俺が強いんじゃない、強兵が弱いの。うわ、いいシュート、かっこよ。はい、前半終了。はい、シュート本数5本、枠が4本。はい、ポゼーション56ね。対して44% の、ファールが2回。君たちね、分かってない。はい、行きましょう。サッカーは後半からだから。そう、分かる。サッカー後半から。後半なんつった今。後半からか。さあ、後半のキックオフ。パリサンジェルマンとしては、まあ次の1点がすごい重要になってきます。そうだね。進めていくというのも、これで突き取ったらもう逆転きついし。いや、余裕。いいよ。喋れてね。トニクロース。同様がこれますからね。さあ右サイドから上がっていく。ロイ。ああそれ。俺は見えてる。はい。はい。ベンゼマ。うわ。すげえなさっきから。ベンゼマ。まあ全然しょうもないよ今の。いやしょうもない、しょうもない、完璧崩されてますから、しょうもないよ。ほら見てみ、枠いってないもん、枠いってないもん、しょうもない。いいね、シュート0本ってやべえ。これマジでやべえんだけど。パリ・サンジェルマン優勝候補やな。申し訳ない、パリ一番の優勝候補やな。そうなんだよね。お前なんか優勝するとか予想してたやん。ああそう、俺予想では俺パリが優勝するんです。まあ、ここで優勝、てかここで普通に負けちゃうじゃん。レアルごときに自分で行く。うわ、おお突破力エグい、こいつ。はい、ありがとう、ありがとう、ありがとう。少ないですね。そうですね。うるせえ、うるせえ。ほら、カミラさん言われてるよ。うるせえぞ。テロップ付きでお願いします、編集。あーもう少ないですよ。うるせえぞ。完全に的を射てますからディマリア。あ、これいけるよ。あ、中誰もいませんか。待って、激しい。サッカーやめろ。そんなやっちまってんな。前ですよね。いやかましてくれよ今日。まあ見てろって。シュート見たいね。最近パープルしかしてないから、クソやな。右サイドに振って戻りながらベイル。うわ、クソ読まれた。お、はい、読み、はい、読み読み、読み読み、読み読みですよ。ここもしっかりディフェンスしました。マルセロ、素早いパスで攻め上がっていきます。モドリッチから右。マジで真ん中の線から行ってないよ。いや、俺分かったわ、原因レアルがずれ。あ、出たー。ワンチャンス。やばいやばい、お前できるか。やばい、バーニー。おい、シュートなの。はいはいはい、まだ打ってないシュート。おいおいおい、ざけんなよ。今のは決めな、今の決めな、赤いやつやら。一人でしょ。今のあかんわ、ほんとあかん。うまくいかへんわ。喋ってるね。はい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 、はい、えはいはいはい、ノーファールだろ今の。ちょっとうるさくなってきた。さあ残り15分。来ちゃう。これ今積んでるぞ。今炭炊いてるね。炭炊い。パリサンジェルマンとしてはいいディフェンスですよね。中盤でパスコースを。待って。ああ、まあ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 、いいじ。これは辛いし。まあ積極的でいいですよね。いや、悔しすぎる。ゴール前何か起こるかもしれませんからね。鼻息荒なんて記者が出発するね。ウィールやるためじゃん、それ。そんなことない。久々に見れっから来ましたよ。いいよ。言ってほしいな、助けにね。ディマリアが中央へ折り返す。お、いや、怖くないんすよね。そうだね、脅威がないね。助け全然焦ってない。ちょっと上がってましたからね。チャンスか。まだ時間ありますから。行かなきゃ。え、
だけ変えるか。おいおい、あー、いいしいいし、怖くないんだよね、全然ね。みんなその自信が怖い。大立場としては自信的に必要になってますね。勝負かけてるんですね。時間ないよ。そろそろ分かってるって、見てろって。打った方がいいんじゃない、シュート。最後しっかり。ちょっと待って、まあゼロだよ。成功成功成功、それはゼロだよ。ひどいぞ。おい、パリさん、ここで負けんのか。手元の時計、3分を切っている状況。はこっちファールかよ。なんでだよ、おい。審判どこ見とんねん。おい、車掌さんがもう待て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 、もったいね。もう終了ですよ。もうそろっ、はい、ということで、まさかの優勝候補バリさんが強兵のせいで予選敗退。さよなら。あー、記者が出発したところでゲーム終了。イライラする。ごめん、イライラする。ネイマールボール触った？触ってない。いやー、ひどいね。はい、ということで、ね、面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。出発進行。あー、もうやめよう、ういで。